ひろみさん質問が来てます。はい。塩麹の作り方について、発酵の途中にちょっと水が足りないかなと思って水を足したいなって思ったことがあるんですけど、これってどうですかって質問に、はい、今日は答えていこうと思います。べっぴん菌でべっぴん体質、鈴木ひろみです。よく皆様からの質問で、塩麹作ったけどちょっと水分が足りない気がするとか、ちょっと芯が残っている気がするっていう質問が多く寄せられてるんですね。はい、今日はじゃあね、塩麹の正しい作り方についてお話ししていこうと思います。今日は皆さんからの結構来る質問ですね。はい、はい、塩麹お水途中で足していいの問題についてお話をさやちゃんとしていこうと思います。こちらのチャンネルはですね、麹にまつわるいろいろなお話をしております。麹ね、べっぴん菌チャンネルを機に、ね、始めたっていう方もすごい増えていて、ありがたいよと思っております。はい、いつもありがとうございます。麹はですね、日本の国菌である麹菌からできておりまして、日本の調味料のお醤油もお味噌もみりんもお酢もお酒も全部麹からできています。麹なくして日本のね、調味料、日本の食文化というのはですね、もう今とは全然違うものになってたと言っても過言ではないぐらい、本当に麹は素晴らしいものでですね、私たちはこの菌たちをね、素敵なものにして次世代につないでいきたいなという思いと、あと本当に麹を使ったね、調味料を使ってご飯作ると美味しくなるんです。そしてめちゃくちゃ簡単なんです。ぜひ皆さんに知っていただきたいなという思いでですね、こちらのチャンネルはやっておりますので、よかったらチャンネル登録とグッドボタンと、そしてシェアもお願いできればと思います。そして LINE 公式ありますので、お友達になっていただきますと、今日から使える麹レシピ10選をプレゼントしてますので、よかったらお友達になっていただいてレシピゲットしていただければと思います。レシピね、いっぱいありますので、ぜひもう甘いのからしょっぱいのから、いろんな辛いのから、コンソメから何から、いろいろありますので、ぜひいろいろ見ていただければと思います。はい、ということで今日はめちゃくちゃ基本の塩麹ですね、こちらの作り方についてさよちゃんとお話ししていこうと思います。さよちゃんお願いします。はい、お願いします。はい、塩麹作り中に発酵している時に、麹が水分を吸ってしまいました。途中で水分を足してもいいのでしょうか？醤油麹はね、醤油足していいんですけど、塩麹はダメです。塩分濃度をね、ちゃんと計算してレシピが作られておりますので、塩分濃度変わっちゃうじゃないですか。そうするとね、上手に塩麹が作れませんので、なんか水分量足んないなと思っても混ぜ混ぜするとね、ちょっとトロッとしてきたりとかして、全然大丈夫ってなったりするので、お水は足さないを覚えていただければと思います。では、麹が水分を吸ってしまう理由について何が考えられますか？乾燥麹で作る場合は、乾燥麹を生麹に戻していただきたいんですね。乾燥麹を生でに戻す動画も上がってる、これ。はい。はい、上がってます。ぜひ乾燥麹使われる方もですね、一旦戻していただいてから同じレシピで作っていただくと大丈夫ですっていう感じになりますので、ぜひ生麹に戻していただいてからやってください。乾燥麹のまんまやりたい、めんどくさいという方はちょっと水分吸っちゃうかもしれないけど、それで頑張ろうって思っていただくといいかなと思いますので、ぜひやってみていただければと思います。はい、麹って言っても、麹によって水分量っていうのは、全然異なるんですね。全然違いますね。だからやっぱり同じレシピで作っても仕上がりが変わってくるっていうのは、そういう理由があるからなんですね。そうなんです、はい、生麹はね、だいぶまだ水分含んでますので、しっとりしてるよね、ちょっとね。発酵し終わっても芯が残ってますって言った質問があったんですけど、これもやっぱり麹を変えてみる？そうですね、まあ、乾燥しているっていうのももちろんあると思うんですけど、麹を作る時って麹って蒸すんですね。やっぱりその蒸し方とかによって芯が残っちゃってたりする場合もあるし、あとは逆に酵素が少なくってしっかりその分解できないだったりすると思うので、まあ、麹を変えてみていただくのが一番いいかなと思います。改めて塩麹の作り方について教えてください。材料はですね、麹 100g、 そしてお塩ですね。お塩は天然塩をおすすめしております。海のお塩でね、平釜製法、そして天日干しのものをですね、選んでいただければと思います。こちら 35g と、お水はお塩と麹を足した分量ですね、135g になります。というところでね、覚えやすい
数字にしております。でこの塩分濃度でしっかり常温でもできる塩分濃度になっておりますので、このまま常温でも作れます。で作り方としては麹とお塩を塩切りをスリスリとしていただきまして、そしてヨーグルトメーカーで作られる方はヨーグルトメーカー、瓶などで作られる方は瓶、ね、どちらもね消毒していただいて、でそこにですね塩切りした麹を入れていただいて、お水を入れていただいて、そして混ぜ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 、お塩がしっかり溶けるまで混ぜ混ぜしてください。塩がちゃんと溶けてないと塩分濃度低い状態になりますので、しっかりお塩を溶かすことがポイントになります。ヨーグルトメーカーを使う方もしっかりお塩を溶かすことがポイントになりますので、どちらの方もお塩をしっかり溶かすということをしていただければと思います。ヨーグルトメーカーに入れる方は58度で7、8時間ですね、そして常温の方はですね、しっかりそう混ぜていただいて、蓋はポンとね上にかぶさるように置いといていただいて、はい、1日1回開けて混ぜ混ぜ混ぜしてください。で混ぜ混ぜ混ぜした時に瓶とかにピョンピョンって飛ぶやつあるじゃない、あれはちゃんとお水の中に落としておいていただいた方がいろんな菌たちに狙われないので、ちゃんと下まで落としといてください。で1日1回混ぜ混ぜをして同じように落とすを繰り返していただければと思います。で塩麹ね、最初から、まあ、麹と塩と水なので味見できますので、最初の塩辛みたいな感じからどんどんまろやかな味になっていきます。美味しいってなったらそこからが使い時っていう感じなので、冷蔵庫に入れて 2,3 ヶ月で使い切っていただければと思います。いろんなご質問ね答えましたので、これを見れば塩麹についてはわかるかなと思いますので、はい、ぜひ皆さんね塩麹いっぱい作っていろんなお料理に使ってみていただければと思います。ピッピンキンチャンネルはねいろんなものをやってますので、ぜひいろいろ見ていただければと思います。朝毎週水曜日ですね6時20分からライブ配信をしております。こちらのですね今週作るメニューとあと用意していただきたい準備物をですね LINE 公式でお届けしておりますので、ぜひお友達になっていただいてライブもねご参加いただければと思います。はい、ということで今日も皆さんありがとうございました。素敵な一日をお過ごしください。またお次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。はい、ひろみさん質問が来てます、はい、先ほどのお話にもちょっとあったあの乾燥麹で、さっきは塩麹を作ると、こう水分が足りないなって感じられてる方いらっしゃったと思うんですけど、甘酒の方もフルーツの甘酒とか作った時に水が足りなくてパサパサになったり、もうちょっと水足したいなって思うことがあるんですけれども、もう一度お水を足して保温しても良いでしょうか。ベストは本当に乾燥麹を使う場合は戻してからが一番いいです。作った後にパサパサしてる場合にお水を入れてもう一回やるは、まあ、酵素も失活してないのでいけるとは思うんですけれども、ちょっとどうなるあのもの分かんないな。その麹によってもだし、何のフルーツかによってもだしっていうところはあるかなと思うので、まあでもその酵素が失活してるわけではないから、もう一回お水とか加えて発酵させることによって変な風になることはないと思います。甘酒とかもね、まだあんまり甘くなってないなっていう時はもう一回やってねって言ったりもしてるので、チャレンジはしていただいていいかなと思うんですけど、それで絶対美味しくなるかはね、ちょっと麹の種類とか麹がどう作られてるかにもよるかなと思うので、はい、でもやってみてください。